どうも、おはようございます。深夜に失礼します。こんな格好で、ね、シルクのパジャマでございます。まあ、あまり高くないんですけども、ちょっとね、光沢と肌触りが良くって気に入ってきております。でね、年金の話をちょっとしてる途中だったんですけども、年金っていうのは、もちろん、この不正受給っていうのもあるんですけども、深刻なのが、年金事務所や、その関係者、行政における年金の不正利用とか、流用とかなんですよね。 で、今までもグリンピアみたいな大きな箱物事業っていうのがありました。こちらの方に数千億の拒否を投じておきながら、二足三門で売却っていう風うなね、こともありましたね。もちろん、グリンピアっていうのは私もね、何度か利用したことがあって、まあ、とっても快適な宿泊施設、レジャー施設だったのかなと思いますけども、所詮は箱物なんですよ。あそこに拒否を投じて、年金をお支払いいただいている方に、 まあ快適に過ごしていただこうっていう趣旨で始まったんですけどもそもそも年金っていうのは目的外使用に当たっちゃうんですよあんな箱物作ったりとかしてねで案の定その箱物は破綻して民間に安く売却ってことになったんですけどもさあここで得をしたのは誰でしょうかってことですまずは箱物事業を発注したその先にいる業者さんですよねまあただ私はね百歩譲ってねこうした公的基金も 民間にばらまかれてるんだったらまだいいかなと思います。経済波及効果が出ますんで。しかしそれによって年,年金のストックがなくなったり、年金の支給年齢が引き上げられたりっていうのは、一体誰に責任を取らせてるのかなと思っちゃうんですよね。で、そういった過去の年金、えー、基金っていうのも、 そういっったことで責任を取らされてて、廃止になって今新しい年金機構が生まれてますけどもそこのトップはそのまま同じ人がやってるわけですよつまり組織は解体したんだけどもまあ同じメンバーとは言いませんけどもね同じ責任者がそのまま横滑りしてきてしかも退職金も頂い,いてるということで私たちの集めた年金ってのはそういった年金を司る人のまあいい 貯金箱になっっちゃってるわけですよねそれによって割りを受けてるのは年金を真面目に払い続けてる私たち国民ということになります今ね50代の半ばから後半をお過ごしの方もうすぐ年金が取得できる60歳になるぞと繰り上げ時給するかもしんないなーっていう時に年金の支給開始年齢が70に引き上げられる可能性がありますそうなると60から年金を受け取ろうかなと思った方はこれ 十年伸びるわけですからねとんでもない損害ですよ一体私たちは何をやらされているんでしょうかねということで今日もこんなとこですかね、はい、年金のこの黒い闇についてはねまだまだ言いたいことがありますけれども今日はこの辺で